きちんと法改正がなされれば、未来の子どもたちが守れる環境ができると思いますので、どうにかこの国会のこの期間の時に成立してほしいです。はい、僕らの過去っていうのはやっぱり戻らないので、未来の子どもたちだったり、やっぱり被害者が怖がる法律じゃなくて、加害者が怖がるような法律を作れたらなと。これがジャニーズ事務所とか芸能界のみならず、もう本当に幅広い分野でこうした、法案が適用されてほしいという願っている方たちの署名を拝見させていただきました。本当に子どもたちが社会の中で安全に守られていく、そうした、そうですね、法整備を整えていってほしいと願っています。ジャニーズ事務所なんですけど、この法改正の問題に対して積極的に向き合ってくださったら、未来の子どもたちを守る徹底した、そういう部分に対して徹底した考えを持った会社に生まれ変わってくれるんじゃないかなっていう期待を僕自身持っています。